はいどうもご視聴ありがとうございます。リボスです。今日もね妖怪ウォッチ4ストーリーモードやっていきたいと思います。はい、ってことでね、前回ね試練ということで、アキノイとトーマの試練クリアして、引き続きね他のメンバーの試練もねクリアしていこうかというところです。で今回はこの主人公、みんな主人公か、ケータのね試練をやりたいと思います。とりあえずねまずここから、ね、はいはいはい、コンボさんパーティー中、ルイボス君もないですか、有名人ありがとう、みんなと乾杯してきてくださいよイエーイ言うてるね、テンション高いねこいつ、乾杯しよう、ほうノガッパも来たんだ、ノガッパって誘拐が大集合した、やばいっす、俺もそこに混ざりたいっすあ、ドクターラッパー、なるほど、マネマネキンキン、お来た懐かしい、マネマネキンキン、懐かしいねこれね、はい、こいつね、ちょっとマネで、乾杯、あ、ラムネ、みんないいので乾杯してね、吹雪姫、乾杯の調子どう、おー乾杯、はい乾杯、紅茶貴族、これは乾杯、あ、力持ちおったな、妖魔界、あ、何、大玉爆弾おにぎりをくれたら思い出すような気がする、もち渡す、もちもち、あ、極上おにぎり、ナイス、終わり、はいはい、生ハゲさんじゃないですか、実は足も強えんだべ。だべ。戦うか。あ、オッケー。じゃあ、生ハゲさんと戦いましょうかね。さあ。強いんかな、こいつ。魂欲しい。本が欲しいです、こいつから。本が欲しい。一回使おうか。さあ、一回ゴリゴシで。早いね、こいつ。スピードが速いが、みんな変身してるからね、ゴリ押しでいけるでしょ、さあ、なになになに、やばい、やばい、四天童子が死にそう、四天童子なんかいつも死にかけてんな、あいつ、あいつ常に死にかけて、おし、常に死にかけている男、主伝の視点同時、あいつ何防御力が低いんか、毎回死にかけてるんだが、あいつ気のせいか、ダビーやっぱ強え、ダビダビ乾杯ナイス乾杯、マキシヨキシマムゴッド強そう強そう、さあ報告、ここまでなじる人間は見たことありません、イエーイ言うてたもんね、コンプさんテンション高っ、挨拶お願いしていいですか、はあ、ヒューヒューイエーイコンプさんの声やばない、特別ゲスト紹介しちゃいましょう、友達妖怪を作るためなら過去へ未来へ USA へ、さくらニュータウンが伝説の落ち着かい、今日は雨っていうね、リボス君です、雨っていうね、このでは自己紹介の方どうぞ、リボス行け、ふみちゃん見てるぞ、俺の名前はルイボス、伝説の持ち使い、妖魔界の平和を取り戻すため、空なきゃ俺が倒す、かっこいいなお前、おお、マネなんすか、空なき分かってないんだな、分かられてないんや、これ、そらなきって。ウィスー、そうなんや、分かられてないんやね。混ざる？どういうこと？仲間なる。仲間なれよ。仲間なれよ、お前ら。お、仲間なる、これ。修行行ってみよう、ウェイ。戦うんかい。何や、修行って。
あ、モノマネキン力持ちのガッパ、ほう、モノマネキンさんいるじゃないですか。これは今回特別に必殺技満タンしました。オッケー、ナイス。さあ芝子か、弱いこれもしかして、全然強くないですよ、芝木終わり芝きましたね、これ経験値208っていうね、なんやねんこれっていう、しょうもない経験値をゲットしましたね。はい、それでこれボスはいいんやねんか、これこれぞ必殺友達召喚10完成だ。お、あるだけで友達召喚10を使えるんやった。はいはいはい、バトの必殺にセットした。必殺技だこれ、これ試練、これ、これ終わり試練、これで地味やな。友達召喚10って強いんかな。お、結構地味でしたね。他のやつらはなんかこうね、武士なんかすごいやつと戦ってるんだけど、ルイボス結構わけわからん、なんかすごい雑魚と戦ってましたねまあまあいいか、とりあえず、ルイボスの試練が、完了しましたと。案外、うん、まあ、すっといったかな。あ、次はふみちゃんかな。さあふみちゃんストーリー、もう夜の間だけ、これは暑いぞ。どこに行けばいい、これここでいいか。あ、さくら小小大小学校、オッケーオッケーオッケー。さあこれで、これどんな感じなんでしょうね、こいつのね、ふみちゃんはね。まあ、一応回復してあ保存して、で、これかい、こいつから、あ、これだけ取るかな。で、まあ、ふみちゃんに変えますと。で、まあ、まあ、装備だけね、まあ、防具力だけ、ちゃんと、さて、つけといたら、まあ、あとはね、まあ、なんとか適当になるでしょう。はいと。これ行きたいと思いますね。これどこや、ここか。あー、夜になった。あ、夜の間だけ。あ、ちょうどいい。ナイス、夜。あ、キュービーがいる。よーし。待っていたよ、ふみちゃん。大物が来たね、大物が。頑張るね。お、いきなり、いきなり。ああ。キュービとえらいなんかオロチが出たぞ。修行始める。それは相手をキュンとさせる力のこと。おっと、キュービが恍惚とした表情が浮かべてますね。完全に相手の心を引きつけ夢中にさせることで力を得る。おう。キュンとさせる修行、ふみちゃんのキュンキュン大作戦、ブレないですね、これブレない。さあオロチロゴニア、そしてこのキュービーに話しかけて会話だけで全員をキュンさせる、意味がわからん、意味がわからん修行が、適当な感じの修行が始まりましたね、これキュンとさせる、お、実はあなたに伝えたいことがあるの。ずっと前から好きだった。あなたに助けてほしいの。あなたのことペットにしちゃう。いや、ペットでしょ。いや、完全に。これです。私実は、あなたのことペットにしたいと思ってたの。なんだって。あんなことやこんなことをして、いっぱい可愛がってあげたい。お、キュンってした。
ヒュンってしたよ今。ペットがいいんやこいつは。こいつペットがいいらしいよ。大物妖怪やな。こいつはロボニャ。いやお前これちゃうんすよ絶対。好きだったのこれちゃうの。改造したんじゃないのこれ。これ石やこの2つは。あなたのこと改造したいと思ってたの。なんだって。あなたの体を大改造して最強のロボにしたい。ダメかな。なかなか悪くないってやん。私に任せろ言うた。いいみたいですね。彼は大改造されたみたいです。何やねんそれ。オロチは少しだけお話できるかな。ずっと前から好きな。これ定番や。これあなたのマフラーでモフモフしたいの。いやでしょう。私あなたのマフラーずっとずっとモフモフしたいと思ってたの。何モフモフ。その竜のマフラーモフモフってしたら辛い時でも癒されたらなんて。キュンキュン刺したな今。キュンキュン刺した完全に。クミちゃんってやっぱ天才なんかもしれない。よし。クミちゃんってやっぱ神なんかもしれないこれ。リス？キュンキュンだよ。想像以上の世界だね。あれ？修行仕上げさあ。その妖怪の力で恥ずかしさを取り払い、君を底力引き出すのが目的。え？タッチアップタッチアップ。これはブリー隊長来たかついに。さあ行こうか。まあブリー隊長、まあそれ強いないでしょブリー隊長やったら。ぶっちゃけね強さは。みんなのこと。もうダメやっぱり恥ずかしい。恥ずかしがってるよ。来たねブリー隊長。久しぶりやな。おいお前ら、今から私と一緒に地獄の修行の始まりだ。テンション上がってるね、やっぱり。ヘタレって呼んじゃう。ヘタレって呼んじゃうんだから、これがおもろい。これ、これがおもろい。何？なんという熱量だ。モチ兄さん。モチ兄さん。ポー。最後。相変わらずふみちゃんいいね。こういうキャラがやっぱいいよね。音楽がやばい。音楽がさあ鬼族の発動。なんでやねん。新しい必殺技ド派手に決めてくぜ。めっちゃおお何これすごい。どういうことどういうことどういうこと。なんでやねん。さっきのあれ何なの友達妖怪よくわからんかった。なんかいっぱい出てきたけど。しゃあふみちゃん最強説マジ神。ふみちゃんマジ神。もぐもぐバーガーゲットしましたね。外の完成だ。お前らやりと信じてた。フォーがおもろいわ。ふみちゃんこのこのなんていうこの人差し指ね。友達召喚霊を使えるようになった。オッケーセットしようか。素晴らしい。力ずくで必殺技を編み出す。これぞキュンの力。完全に脳みそ筋肉だよね。お前は面白いやつだな。熱い思い、健康的な掛け声、気に入った。お、オロチ何個やんの？マジか。S ランク来た、S ランク。S ランクでしょ、これ多分。さすがふみちゃん。お、キュン。ここにもまた、キュンの使い手が。俺今剣の使い方教えて。やれやれ。
やるじゃないか。お前じゃないな、お前じゃない、間違いなくお前ではない。さあ来た、バッチリ解決、ナイス。さあでもオロチが仲間になったね、これはでかいんじゃないか。さてじゃああとはフォースの覚醒、これかな、進化。ちょっと待って、過去の桜本町にいるんだが、過去の桜本町、ほう、過去ね、過去どこ、この辺か。なかなかやっぱいいね、すごく。ふみちゃんイベントってやっぱりちょっとおもろいね、いちいちおもろいね。さあこれでまずメンバーね、 C に変えていこうか。装備だけ外しといてね、装備もうちょっと欲しいよね、みんなにつけるやつね。じゃあめんどくせえわ、装備変えるのが。さあこれで、まあなんか敵につけてる、余ってる剣と、あとはまあオロチが多分ね手に入ったんだよね。あーオロチ隠密状態の時攻撃するクリティカル率がアップする、強そう。でなんかめっちゃ強そう、こいつこいつ入れたいな。アタッカーしかいない、アタッカーしかいない、このパーティーやばい。ヒーラーがいない、赤やんかな。これをちょっと変えようか。一応回復でズッキュン入れてんねんけど、回復も微妙やね、回復。ヒーラーがしょうもなすぎっていうか。うん、これでいいのかっていうパーティーですよね。主天道術すぐ死ぬんだが。てか、こいつ強っ。こいつ火力高いな。まあ、これを装備とりあえずやっといて。でも余ってるやつで余ってないんか。余ってないか。ちょっと防具だけ。まあ、これだけつけとくか。間違って間違って、待って。さあ、じゃあ行こうかな。さあ、真の。どこ？まあいいか、次回いいか。さあ行きましょう。これは何やろね。どんな試練なのかな。これこいつ自転車ないんだが、チャリが欲しいんだが、あれか、ゲンマ将軍とかいるよ、生ハゲとか。こいつなんや、マスターニャーだ、お主が来るの待っとった。俺よ、お主力を欲しておるな、力が欲しいか。お、ホースを求めておる。ホースって何ですか。ホースって何。いや、うまっす。細長くて水が出てくるやつ。これは驚きじゃん。その言葉の全てが間違っておる。知らんがな、そんなもん。え、戦うんや。生ハゲとかと、オッケーオッケー、とりあえずじゃあまあまあ倒すか。よくわからない、いきなり、あ、ブシニャンいる、ブシニャン、ブシニャン欲しいよね。とりあえず
まあ数は減らすか。で肩に虫ね倒すか。さあここはもうでもこれはまあ大したことないです。ザコ出てきた。ここはゴリ押しで行ってよ。まあ所詮はね。はい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 。ラフルボス。さあ。この次は？さてさてさて、これ倒したぞ。これで？今じゃ。なんかホースを目覚めさせるんじゃん。なんかわからん。なにこれ？めっちゃかっこよく来た。分身佐野。やっぱ強そう。なんじゃこりゃ。知らんのかお前。お、強そうめっちゃ。分身佐野。よくしゃ見た。これ。まだ半人前。あ、こいつを倒すんか。おっしゃ。あ、倒すんじゃなくて仲間なのか。どういうこと。めっちゃくしゃみ出る。やばい。どういうこと。またもう一回。どういうこと。よくわからん。あ、分身召喚。さあ、いけ。分身召喚。いけ、スタノ。来た。お、タイマゴーだ。おお。強い。水曜いきなりみんな死にかけてる。強すぎが悪かった。はいはい、ナイス。圧倒的でした、圧倒的でした。強すぎましたね。軍神が、軍神やばかったです。さあこれでこのなんかすげえかっこいい強い系のやつをゲットした。あ、ありがとう。しゃあ、お、軍神召喚を使うようになった。まあ、とりあえずこれでいくか。お前お前スーさんなの。マジか、軍神、スーさんムキムキになったんかな、ガリガリが。さあ役目終わった。任せて、俺はパープした。ホースと何やねん、ホースって意味が分からん。オッケー。さあこれでイベントというかあれ終わったのかな。いろいろラストバトルに近づいていったのか。さあここからハジの力を目覚ませるだけ。さあいよいよ大詰めなのか。おっと盛り上がってきた。なんもならへんのかい。なんもならへんのかい。うん、大丈夫だよ。ああ、大丈夫か。ああ、休んでるかもしれない。とりあえず休む。まず休憩。おっと、絶対に許さぬ。ご無事ですか。逃げる。もうおしまいだ。主か。わらわは逃げるわ。主か。まさかお前が裏切り者め。父上、父上。お、来るか夏目。
いよいよ覚醒の時が来てるのか。主家の記憶、もう少しで思い出せそうなのに、まだ何か足りないの。エンマ様。ああ。結果の週は袋に任せておいた。あとはエンマ宮殿、空なき追い詰めるだけ。おっと、いよいよか最終決戦。試練こなして、でも覇者の力まだ。やっぱ夏目は覚醒しないとあかんのかな、やっぱり。そうね。うん。よく持ち直した、ね、夏目。うん。さあ、エンマが始めるか、何を、確かに何するんでしょう。お、戦うの。待たせたな。何俺の左腕がーって感じあるな。俺の左腕がー。おお、来た、ついに左腕が覚醒する。そうだな、妖怪たちの絆強さが力になった。おお、よっしゃ。あ、これでウイルスにやられないってこと。おい。あ、皆の者。あ、休息。オッケー。ウィス、いよいよ決戦か。相手黒い太陽。さあ、いよいよもう来たね。来たな。もう少しか。ラスボス。ウィス。にゃん。ちょっと。ちょっと行ってきますと。よーし。バトンタッチなって。おにゃん。話をしよう。おお、いよいよ決戦が近づいて、こいつなんか平和な声やで、ね。ふみ、うん、ちゃんなんか言わなくていいのかよ。これはフラグ立てていく。この戦いが終わったら結婚しようでしょ、これやっぱり。これ言わんとダメでしょ、これ。完全に死亡フラグを立てていきましょう。今日はちょっとまだ。行くんかお前。行くんかお前。あやめさん。来た来た。楽しい夏休み過ごしてね。何何、ちょっとかっこいい。かっこいいぞ。絶対守る。何があっても助けてみせる。かっこよすぎ。おいおい。もう惚れてまうな、お前絶対。おっと、おっと、あやめさん来た、これで、ね、おー、金塚君待ってて、これはちょっとドキドキやんか。おっと、これ熱い展開やね、これ。必ず帰ってきてちょうだいって。ちょっとほっぺた赤くなってない、これ。あ、秋野君がいないって寂しいよ。戻ってきたらまたみんなで遊ぼうね。おっと、こいつ。メスの顔してやがる、こいつ。この殿の戦いが終わったらさっきの話、続きを聞かせてね。おっと、これは立ってるぞ、フラグ。これフラグ立ってるぞ、これ。立ちまくってます、フラグが。あやめさん、これはあやめさんゲットフラグ立ってますよ、これ。なんて熱いんだ、こいつ。いやいや、もう行くしかないでしょ、完全に。もう行くだけ、あとは。あとは行くだけです。あとは行くだけ。じゃあ次は？
我らがふみちゃん。こんなすごい話は偶然だね。おかしいよ、お前いつも偶然やな、お前。ネタが一つしかない、こいつ。さあ、いつものルミノスくんって感じだね。うん。私ね、ルイボス君のこといつも不思議だったんだ。どうしてあんなに独り言が多いのかなとか、どうして一人でニヤニヤしてるのかなとか、ね、そういういろんな不思議はまさか妖怪のせいだったって完全にヤバいやつだと思われてる、うん、すっごく変だった、全然普通じゃなかったよっておもろすぎ、うん、楽しそうで羨ましかったんやすごく楽しい。おお、よかった。ちょっとこれ変になっちゃうね。間違いねえわ。変なやつしかいねえわ、妖怪。ちょっとまたこいつ、またこいつ女の顔してやがる。こいつなかなかあざといよね。俺と同じ気持ち？私たちの友達、妖魔界のみんなのこと、頑張って守ろうね。うん、なかなかちょっとあざと感をちょっと出していってましたね、彼女は。しれっとあざといみたいな。そういうタイプのキャラですね。こいつなんかもう、周りにいるやつだからなんか、ようわからない人しかおらんぞ。うん、うどめを戻ってきたんでしょ？うん。なんだか辛い気持ちになってくる。僕は決して許されない罪を犯した。おう。え？桜本町のみんな心の闇で支配して何もかも自分の思い通りにしようとした。そうなの？こいつそうなの？そうだね。トーマス最初敵やったんか、うん、この人。ちょっと俺分からへんねんけどね。ねえ、僕も一緒なんだ。うん。僕が仲間に救われたの、あいつが救われないなんて、そんなの。おお、救う気かこいつは。そらなき。まだ誰かを信じる心があるなら、僕はあいつを助けてやりたい。ほぉ、そういう展開か。うん。その時はトロフトーマに任せる。ありがとう。もうおやすみ。確かに今光ってたよね。うん、光ってた、完全に。気になるな。しかも救いたいっていうのが気になるね。どういう展開に持っていくのか、救いたいが。夏目さん、うん、あちゃん、お父さん怒られる。お父さんやから、ね、何しろ。確かに俺の子供やからな、こいつ。俺より身長でかいし。ねえ、うん、うん、誰よりもかっこいい。うん、大人になる楽しみやってきた。いや、いいな、そういうの。何してんの。まあ俺は子供に戻りたいけどな、うん、俺は子供に戻りたいけど、まあ大人になるのも楽しい。ありがとう。明日フルパワーで頑張りましょう。うん。うん、夏目はまあ案外あっさりしてね。うん。こっちは？あ、シーンか。ござる。なんか眠れないよね。
番組失敗できた、うん、最初こいつウォッチ使えなかったもんね。いつきが熱かったマジで、うん、妖怪の王様いつきの展開がちょっとね俺はびっくりしたもん。いつきまさかのそこなんやっていう、うん、すっげーいつきいいね。あそうかそうか世界線が違う世界違うところにいるんか。はあ、ははあ、うん、うん、さあこれ王道的な感じ。なるほど。さあおばあばに声をかけて休もう。ミッチミッチやばい。一番熱いのは秋の実だね、うん、一番熱いのは秋の実です、うん、さあいよいよ最終決戦に行く感じですかね。いよ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 ね。ああいいだろう。世界の悪未来用魔界さっすりに来たか、うん、ありがとう。イツキやもんね。エンマじゃなくてイツキ。さあ来たか。いよいよか。いよいよなのか。これどこ行くんだ。パーティーこれでいいかな。そうだな。さあ長かったな。いよいよまあラスボスなんでしょうねこれね。うん、ラスボスなんでしょう。はい、まあここでいいか。はい、それじゃあまあとりあえず時間的にもね、まあ、くっきりいいでしょう。まあおそらくとりあえず、まあ、試練っていうのね、今回、まあ、3人分かな、ふみちゃんとケータとか、まあ、ルイボスか、ただシーンのね、試練を終えていよいよ今から未来用魔界に行くと、まあ、ラスボスが近いんじゃないかな。ちょっと向こう行ってからどうなのか分からへんけど、はいって感じになってます。はい、かなりねストーリー的にはもう激アツ、もうラストみたいな感じですね。はい、ということで、まあ、とりあえずね、今日はここまでにしましょうか。はい。ということで、本日の動画はここまでです。もしよろしければね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。また次のね、次は激アツのね、まあ、終盤戦の動画で会いましょう。バイバーイ。